もう菅さんが誕生してこの放送日でもう3週間ぐらい経ってるのかなはいどんな感じでしたニュースで見てて菅さんや最初は令和オーディから始まって農家から出てきてあすごい人なんやなって思ってたんですけどでも消費税上げるかっていう問題が出てきてちょっとそうな感じに人柄は良さそうな感じですか今のイメージは 冷たそうな感じはしますねー。っていうかね、あのー、なんかちょっと僕のこと批判してください。何でもいいから。<え>何でも、<え>何,でも何でもいいから。このタコ。その批判は当たらない。<laughs> 何なんですか、その顔。その批判は当たらない。なんやねん何考えとんねん。ん <laughs> その批判も当たりません。もう勘弁してください。<laughs> その批判も当たりません。これ <laughs> いじめでしょこれ。いや、もう、ね、もう無理です、耐えられません。<laughs> <laughs> いやだってね記者会見ずっとこんなんだったんですよ。うんこれはね官邸が僕官邸側にいたでしょ。はい、そりゃ心強いですよ。なんどんなちょんぼしても何批判されてもその批判は当たりませんって言えばいいんだから。うん何言ったって「いやその批判は当たりません」で終わるんですよ、はいいで。わーって切れるでしょそしたらこうファンがね「また切れてるよ」って言ってくれるんですよ。 だからねあ<ー>もうあのこれね古株の記者の方たちからよく聞くんですけど菅さんの最大の弱点は何かっていうと理理念念ななんで<念>がないんでですすよよがいとにかくその批判は当たりませんとかねなんかその組織人として調整するのは上手なんですけど、はい、リーダーとして何か言うっていうねことがね何にもない方だと<ー>いうのはねこれはねもうほんと半年後ろにみんないますよ。 だからそれはね菅さん自身が一番分かってあるでしょうとこう言われて、まあ、いるんですけどね、はい、でもそういう人だからこそ特に理念がないから、うん、その辺に言われてる通りいっぺんのもう小学生でも聞いたことがある耳たこみたいな話をそのままやっちゃうんですよあ<ー>だから理念ないからとりあえずなんかこう流行りの服がもう分からへんからとりあえずなん,かあなんか流行ってんだそれ着とこうかみたいな。 あじゃあそれ流行ってるっちゅうとそれ既とくわーみたいなことになるでしょ理念の内向ってだから政策に関してそうなると言われてる自分がないんだ、ね、そうそうそう <laughs> ってことでねだから、ね、菅さんはね通りっぺのことをまあ言わはるわけですけど、まあ、今のインテリの人らとかがねもうなんか日経新聞とか NHK とかもつけたらもう必ず言うのはねやっぱり日本の政治には改革が必要だーって言ってるわけですよ改革言ってるでしょなんか改革が足らんのだって言ってね、はい 言ってるじゃないですか。だからね菅さんもあ改革やってたら政治になるんやん、うん、っていうところがあるわけですよ。<laughs> だからねで、その一回思ったらもうその「脱っさとかね、うん、何にも分からへんから「とりあえずこれ着てたらいいんや」って青森さんバーッカ着るでしょいつでもそれ着て「あもうお風呂入る時も着とこうかな」みたいな「<laughs> ネクタイ取っとけお前」みたいな <laughs> だから理念がなかったらそうなるっていうのがあってね、うん、だからねやっぱり菅さんはねものすごい改革ゴリゴリねやってしまう。 傾向があるわけですよ。あだから今、今いろいろ。と改革いろいろやってるんです。だから、ね、結局改革ってどうなるかって言ったら、はい、弱肉強食を進める改革なんですよ。今言ってる改革ってね。はい。いろんな規制があって、規制取っ払おうと。うん、取っ払ったら、で、いろんな人が勝手に自由に動くでしょそうです。自由に動いたら、強いやつが勝ちますよ。 はい、だから自由に動かすと弱肉強食ですよ、うん、動物園の柵全部取っ払ったらライオン勝つに決まってるじゃないですかねにライオンもみんな食べられてお王ですからそうそう王ですからだからもうちょうどあの規制っていうのが動物園の柵みたいなもんですからね、はい、それを取ろうっちゅうのが菅さんの取り組みなのでだから結局ね菅内閣は弱肉強食の加速内閣である はい、いうことになるんですが今日はこれをたっぷりとお話ししようと思ってございますよろしくお願いします今日のテーマは菅内閣は弱肉強食加速売である今ね菅さんが今すごく言ってる取り組みの一つでね、はい、中小企業法の改定っていうのを言ってるんですよ、うん、聞きますねで、ね、んか中小企業についてなんかやらはるんやと言っててね、はい、で何やんのかなーって言うと中小企業の 再編を促すって言ってあるんですよ。うん、再編。な、な、なんかちょっとわかんないですよね。再編って、バラバラのビードみたいなものじゃないですか。うん、中小企業いっぱいあって。うんうん、それ再編ってうう何みたいな。でもどういうことかっていうね、お話しするとね。まずね、日本の中小企業っていうのは企業全体の99.7%なんですよ。もうほとんどですね。ですね。1000社あったら99、997社中小企業で、大企業って1000社のうち3社しかないんですよ。 だからもうほとんどもう誤差みたいなもんですよ。はい、おるかおらんか分からんようなもの。それが大企業注文うもなんですね。その数で言ったら。働いてる人多いかもしれないけどその企業の数で言ったらもう,もう中小企業がほとんどなんです、はい。で定義で言うとね大体これね300人以下なんですようん、うん、製造業やったら。あとまあ資本金が何億以下とかってねまあいうのもあるんですけどあ、はい、まあまあイメージで言うと300人以下の会社、まあ、中小企業やねんなと思ってください。はい、日本政府の中中にはね中小企業庁 っていうのがあってね。で、中小企業を助けてあげよう。っていうところがあるんですよ。やっぱりね。大企業と中小企業戦ったらね。そんなものをあのヘビー級のレスラーとそのなんかモスキート級のレスラーが戦ったらヘビー級勝つじゃないですか。だからこう。お互い喧嘩しないように。 この中小企業の人と大企業の人の間にこうちょっと線入れてたりね。策、うん、入れてたりね。それで中小企業の人にはちょっとお宅ちょっと感謝がこれちょっとこう、ここで下手果がしあげるわとか、あのー、してるわけですよ。あと税金とかね、こうと、うん、絞り上げるときに君らからあんま取らへんからとか。ああいうことで中小企業を助けてるわけですよ。補助みたいな。そう,そう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 。うん やっぱ大企業強いから、大企業が太いでも大丈夫やけど、中小企業かわいそうやから言って、こう中小企業を守るって言って政策をずっとやってるわけですよ。はい、で、それやっとかんと日本の会社の99.7%が潰れちゃうからね。だから日本人が働く場所がほとんどなくなってしまうということにもなりますし、で、結局ね、中小企業が作ってくれるバネとかね、ネジとかね、ゴムとか、ま、いろいろあるじゃないですか。いろんなサービスとか、そういうものを、こう、大企業が買って、 大企業になり立ってますから中小企業が潰れるのはまあ困るわけですよ。いっぱいあるっていうのがこれすごく大事でね。うんうん、っていうのでまあずっとやってきてるんですけど、それのね定義を変えようと、はい、見直そうと言ってるんですよ。えー、これどう見直すかというとね、300人以下やったけどこれから100人以下にしようとか。おーっと <laughs> おっとおっとおっとなんですよ。これまあどこまで見直すんかわかんないですけど見直すって言ってますからね。はい。 だから要するに、100人以下やと。ってことは、今から、100人以上、200人とか300人とか、285人とかの会社は、中小企業ちゃうから、あ、もうあの、優遇なしと。優遇なしと。もう下駄も吐かしませんと。大企業と一緒に戦っておけ、お前。ってことなんですよ。まさに弱肉。そう肉。そう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 。で、そうなったらね、潰れるとこ出てくるわけですよ。出ますよね。出ま,出ます、出ます。で、それとかね。で、潰れそうになったら、潰さんといてください、言って、なんか大企業に、 助けてって言いに行くじゃないですか。そしたら「分かったお前ちょっと傘下に入れてやるわ」と。傘下<ー>に入ったらですよ「はい、じゃあ見かじめるよちょっと金出せやんお前」と。「お前これからちょっとお前作ったもの俺が買うからそれでそこのお前売った分2割俺もらうからな」と。 こう搾うできるうそ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 うていそうそいいよ。そうそういうそ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 ういうそうそうそでもうそ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 う 俺もの、よりどり緑ですよ、うん、お,、ねおいつ、お前らは、お前ちょっと入れとるわ、と、お前の明かりちょっとくれよ、とか言って、こう全部ガーッとれるわけですよ。はい、で、それで、吸収したらですよ、お前、従業員280人おるけど、185人はいらんよな、と。まあいるの四40人くらいからも残り全部首切って40人だけ雇うから、とか、できますやん。はあ、怖い。だってそんな吸収とかしたらね。ね<ー>で、それを再編と呼んでるわけで、で、それは内、ね、企業にとってはすごく嬉しいわけですよ。 しかもね、あの大企業とはいえど、中小企業とも戦ってる部分があるわけですよ。例えば、そのテレストランはね、その商店街のうどん屋さんとか、商店街のおそば屋さんとも戦ってるわけじゃないですか、でも、そのちっちゃな会社が全部潰れた全員もみんなファミリーレストランとかに来るじゃないですか、はい、だから、もう99.7%の中小企業が潰れることは、大企業にとったらよだれが出るぐらい美味しいわけですよ。ああ利益が増えるんだ、ね、そう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 、もう嬉しくてしょうがないです。 で、しかもちょっと使えるところは背下に収めれるでしょはい。だからね、これ大企業とってはね、すっごいええことなんですよ。うんでもそれは3%が喜ぶだけで。うーんていうか3、3%ちゃいます。0.3%じゃん。ごめんなさい。ー限定3%。あ、そっか、99.7%、ね。そうそうそう。たった0.3%が喜ぶだけで、99.7%はこれから地獄に落ちていくわけですよ。その99.7%の人って、 0.3%の人がいたとしてね菅さんとどれだけの時間を過ごしてるかっていうと0.3%の人が過ごしてる時間の方が99.7%の人たち下々って言ってもいいでしょう,もう僕も含めて下々の、ね、人間と菅さんと過ごす時間と比べたら。 もう100倍ぐらい多い多わけですよだってその大企業ですからちょっと赤坂行きますかとか、はい、ちょっとあそこのホテルの一番の最上階のラウンジでちょっとこういっぱいとかねできるわけですよ料亭で,こううでもう週末ゴルフに行きますかとか菅さんゴルフしてはるかどうかとか,かりませんだからそれはもう菅さんだけじゃなくてね官邸はずっとそうなわけですよ昔から、はい、だから結局大企業を優遇するわけですよ そしたら大企業は献金もくれるしね。中小企業はあんまり献金くれへんけど、うんで。しかもそうなるとね、大企業ってどこかっていうとね、まあ日本企業もありますけど、外,外国企業もいっぱいあるわけですよ。うん、外国企業から、こう、とも付き合ってね。うん、そしたら企業献金もらったりね。はい、で、その中の一番有名なところは、言ったらどこかって言ったら、もう IR ですよ。IR ね。出た IR。ね、IR もそうなるわけですよ。はい、大企業でしょ。 でもだからそこからやっぱ、まあ、献金表の献金もありゃ売り上げの献金もあり、うん、な何かの支援とかねいろいろあるわけですだから政治家にとったらお仕事ばっかりなわけですよ政府にしてみたら。はい、99.7%のねそんなもう下々のね大多数のね一般の金のないもで、ね、権力もないようなやつにこび出てもしょうがないっていう本音があるわけですようん、うん、少なくともその本音がある人にとったらこの,あの改革というのは素晴らしい改革だということになってこれをして。 ここを再編と呼んでて。で、これをね、あのー、そうやるべきだと学者として主張している人たちもいるわけですよ。えー、信じられないでしょ。<laughs> なんでこれ、竹中平蔵先生とかね。あら竹中。聞いたことあります聞いたことあります。竹中平蔵先生。この小泉氏純一郎のブレーンだった人でね、はい、安倍さんのブレーンでもあるし、国民はちょろっと金渡して、あと何もほっといてええねんもうみたいな。あしたも首切り放題で、首切れるやろみたいな。うん もうなんかそういう、まあまあ、新自由主義って言うんですけどね、そういうイデオロギーの人。これ、竹中平蔵先生。あの、パソナっていう人材派遣会社の会長もやってらっしゃってね、はい、でそこでも、あの、こう改革やればやるほど人材派遣増えるからもうお金儲かるっていう構造があるということは、もうずっと指摘され続けてる人が一人とね、それからね、デイビッド・アトキンソンっていうね、はい、海外の方がおられてね、 彼は、あの、ゴールドマン・サックスっていう、あの、すごく有名な世界最高のコンサルタントの会社で、でも、ものすごい、あの、高級鳥のね、方だったんですけど、今、日本にいて、それで、あの、政府のアドバイスとかすごくされてて、彼なんかは、生産性の低い中小企業があるのが、これ、日本を異常だと。異常こんなちっちゃい会社、潰すのが外国では当たり前ですってよ。 こうなってですね、はい、で潰しなさいということをずっとお友達してるんですよ。潰しなさい。っそう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 。でそれをやるのが生産性を向上させることで。生産性の低い、もう無能な会社は潰れるのが日本のためだ。とこうね、ずっと言ってる人なんですよ。えー でそれを特に観光の業界なんかでもすごくおっしゃっててね、うんうん、で旅館はあの上上位2割はすごく儲かってるけど真ん中の4割か5割ぐらいはまあぼちぼちだけど下の3割はもうどうしようもないからここはもう潰れていただいた方がええですわと、うん、いうことをもう文字通り歯に衣着せず提案されてる方で,で別にねこれアトキンソンさんと竹中さん僕紹介しましたけどあの日本のエリートの学者でこういうことを言う人はもう半分以上です。 い、えー、いっぱいるんですよ東京財団の,その小林圭一郎だとかねいうことも含んでみんなそんなことを、まあ、言ってるわけですよ。はい、で,そで先ほどね冒頭で言いましたけど菅さんは自分理念ないって言ったじゃないですか、はい、全然理念ないから「どうしたらええの?」って聞いてそしたらもうなんかその辺にいる人に「どの服着たらええの?」いや,いやそしたら今はねこれ着おいてる」「分かった赤い服着てないんやって言って。<laughs> で、そうなるんですよ。だから理念が自分で考えれる人じゃないと、一般にみんなが言われてますからね。だからね、もう、安倍さんの方がもうちょっとまだ考えてたんちゃうかと。う懐かしい国に日本とか言ってたでしょいや、言ってました。言ってたでしょ、はい、なんか。まだね、安倍さんがすごい哲学生だとは当然言わないけどね、菅さんに比べたらもうちょっとなんか思ってたところが。菅さんの方が、もっと考えてないっていう言い方でもいいですけどね。 だったらね、より一層こういうね、アトキンソンとか竹中さんの概念がガッサー入ってきてるわけですよ。だからね、もうすでにね、秋田の農家出身の黒鬼になったのだとは思いますけどね、最初は。でもね、それはもう半世紀も前の話でね、今やもう貧しい人たちを助けるっていう感じがもう蒸発してるんですよ。はい、むしろね、貧しい人たちを助けるっいうよりもね、もうなんか、あ、そうでっかーいっていろんな人の話を聞いてね、さらなる地獄に落とそうとするような、 人たちにもなってるわけですよ。に加速そうそうそう。そうだからね、今日はね、ちょっとまた ACDC さんにこう、出てきてもらいましょう。はい。ってね、もう今、菅さんが歩けば歩くほどね、もう悪魔がどんどん近づいてくるっていうね、ニュアンスをね、雰囲気をね、踊る踊ろしい ACDC の世界へ、ウェルカムトゥ ACDC、イーブルボックス。 まあ菅さんの入れたちとは合わない曲ですよね。そうですね。こ,この曲 BGM で菅さん出てきてもあなんでかみたいな <laughs> えなんでんのみたいな感じですけど、僕のさっきのトーク全体を聞くとね、はい、もうまさにもう僕はこんな曲がなってますね菅内閣のコミュニー中身が中身をこう見てるともうイーブルウォーク悪魔のイーブルイーブルちょうど親日のプロレスラーのイーブルですよイーブルあーイビルいますねイビルイビル,イーブル This is evil. イビル <laughs> ね、はい、あれあれですよもうすごい格好しとるでしょなんか顔にペインティングして、はいな,ね、なんかでっかい鎖鎌持って、はい、ねでわるい悪いことばっかりしてるじゃないですかすぐ金的で蹴り入れたりしね <laughs> もうほとんども菅内閣はもあのイーブル状態です超イーブル状態<っ>この曲はねこれ千九百八十一年の For Those About To Rock We s a って言ってねだからロックキッズたちを俺はお前たちを祝福してやるぜっていうまあアルバムが あるんですけどね、はい、これは「バック・イン・ブラック」の翌年だったと思うんですけどあ、はい、あのすっごい売れた後の直後の歌でね「ザ・ベストテンで上田正樹を聴きながらラジカセでイーブルウォークを聴いてたわけですよ <laughs> すごい幅ですね <laughs> イーブルウォークを聴いてガーッと幅振ってたわけでガーッ歌詞がこうなんですよ「<laughs> イーブルウォーク・ビハイン o u 怖いじゃないですか スタ,スタとこう菅内閣が後ろからイーブルウォークでやってくるみたいな悪魔の歩きね、はい、イーブルウォークビハインド u イーブルスリープビサイ o u 悪魔がお前の横で寝ているぜ <laughs> イーブルトークアラウジ u 悪魔のトークがお前を覚醒させるぜ<あ>うまさに <laughs>、うん、まさにまさにですよもうだからねまさにこうねもう悪魔が寄ってきて中小企業全部ねもう一人ずつもう地獄にこうたき落とすっていうね そういう状況にあるわけですよ、うん、ねあの菅さんのあのひょろんとしたつるんとしたどよんとした顔を見たときにぜひこの曲を思い出してくださいイーブルボックスでありますからこの収録は九月二十六日土曜日の夜八時二十分頃に行っています、うん、ね菅さんの顔見てなかなかイーブルってねあの新日本プロレスのイーブル全然、うん、真逆じゃない <laughs> 全然違いますね全然違いますでもねこれ実はね菅さんみたいな人こそ本物のイーブルだっていうね哲学の理論があるんですよ 僕ね昔何年前やったかなもう5年前にね「凡庸、はい、という悪魔」っていう本出したことあるんですよ。バナビーオブイーブイっていうんですよ。<う>でこれね「バナルビー」っていうのはこれ「凡庸さ」ってなんか「陳腐さしょうもなさ」ってことねしょうもない普通のトルニタランモスカラガンのおっさんこそが一番悪魔であると。 いいう本を書いたんですね、はい、これどういうことかっていうとねあのこれエルサレムのアイヒマンっていうハンナ・アーレントっていう人の哲学書から取ってきた概念なんですけどね要するにアウシュビッツってあるじゃないですかナチス・ドイツの時にこう捕虜捕まえてぶち込んでいっぱい殺してるてあのリーダーってアイヒマンって人なんですけど官僚さんなんですよ。ぽぽよよーっとししたたたサラリーマンみたいなおーーっとしたんですよ何か考えてるっていうわけで「ああーそれはそうやっといて」みたいなあ「どうもどうも」みたいな。 こんなんがアウシュビッツの総支配人だったわけですよ。えー、そうとと取りまとめやっててね。あ、じゃあまあ、ユダヤ人それは何百万人か捕まえてきてこっちに移して、じゃあガスで処理しちゃおうかー、みたいな。これ僕の仕事だからーってやってるわけですよ。ええー。凡庸 <laughs> じゃない人間は、ちょっとね、それやばいやん,ん<ー>と思ってますよ。 はいはい、ところがね頭すっからかんでなんかもうえどの服着たらえどの流行やったらいいのみたいなえ空気何今の空気はどう,どうやっとくのみたいなえどの子がいじめられてんのこの子いじめたらいいの僕みたいなやつうんねは、まあ、凡庸なやつなんですよ、はい、そんなやつにこそその悪魔はね取りつくわけですよああ<ー>、ね、この中小企業弱肉強食で潰してやろうという悪魔の思想が「あ<ー>あそうですか!」みたいな人にパコーン入ってるわけですよ <laughs> 乗り移っちゃって,乗り移ってるわけですよ一番恐ろしいのはこういう凡庸な人間なんですよ でこういう凡庸な人間に権力を与えるということが史上最悪の凶悪犯罪をもたらすっていうのがこれがねあのハンナ・アーレントっていう人が「エルサレムのアイヒマン」っていう本の中で書いたことで僕が改めて哲学理論として書いた「凡庸という悪魔」っていう話なんですよ。もうだから操ら操れてるような 別に彼自身は仕事してるだけでね、うん、あの今まで通りに官房長官のように、うん、総理大臣の仕事してるだけなんですけどもともと理念がある方じゃないですからねだからそうやってこう悪の思想がばっさー入ってきてでまさに ACDC が歌ってる「イウォー・ク・ビサイリューイウォー・ビハインドゥー」っていう状況に、まあ、なってるわけですよ。そんないやですね恐ろしい そうなんですよでもそれをねみんなね感じてなくて「え、うん、だって令和時代かわいいじゃん」みたいな「いやかわいいないかわいいないあ」でも若者はいいそういうイメージあります、ね、だってなんか脂っぽくないしいいじゃんみたいな脂っぽいか脂, <laughs> 脂っぽくなくてっていうかこうねなんかガオーって感じしないからあそうですねあ,いいあの装飾系な感じはしますねで世の中一番怖いのはこの点のタイプっていうのがでもそういう哲学理論があってね まあ、もちろんね、僕、今、の、菅さんにアポイント入れててね、あの、僕ちょっと、やっぱり消費税減税してくださいと。はい。あの、も、もちろん元々の上司ですから、よく知ってますからね、ぜひ総理を、あの、消費税減税お願いしますと。うん、えっと、国土強靭化、防災をちゃんとやってくださいと。はい。ね、総理大臣ですから、その、どんな人格であろうが、凡庸であろうがなかろうが、総理大臣にはやっぱりね、我々その言論人とか、うん、学者は、こうやってくださいっていうのが、まあ、我々の務めですからね。月嫌いじゃなくて、その日本のとって、我々の当然の務め。 ですからねまあ、説明はしに行きますけれども、うん、まあやってくれるかどうかはちょっとわからないですけどねもうだからそのアトキンソンとか竹中の話聞いてくれやたらちょっとこっちの話もちょっと聞いてくれたら嬉しいなと <laughs> <え>思うところでございます。はい